はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。ちょっと中村さんにインタビューさせていただきます。はい、中村さんは、当院に来られる前はどのような症状で、お困りだったんでしょうか。はい、ですね、肩こりがすごいひどくてですね、パソコンに向かってても仕事中集中できなくて、もうこういったストレッチとかやってたんですけど、まあ、あとはですね、その肩こりから眠りが浅かったりですとか、あとはもう便秘ですね、そこから本当にひどい時は1週間ぐらい出ないっていう時もあったので、そういった症状がありました。実際そしたらその症状、悩みを解決するために、どういったことをされてましたか？はい、さっきも言っちゃったんですけど、こういったストレッチですとか、あとはその美容室とかにあるマッサージ等をやってたんですけども、そんな感じで。なるほど。実際そしたらそれをやった結果はどういう効果があったんですか？とですね、その場はやっぱり肩こりが改善されたかなと思うんですけど、やっぱ日にちが経つにつれてやっぱり肩が重くなったりですとかっていう感じでした。なるほどね。それと実際今はうちに来ていただいてますけど、たくさんね、他にも治療院とかお店とかある中で、最初はどうしてうちに来てくれたんですか？とですね、インターネットのホームページ等を探してまして、で、こちらの天無法さんのホームページを見たら、お客様の声っていうのがありまして、で、それがすごいいいなと書いてあって、改善されたっていう声等もあったので、一度行ってみようと思って来させていただきます。今ね、ずっと来ていただいて、実際僕の、問診カウンセリング、施術を受けていただいて、どうでしたか？ですね、本当に肩こり改善されました。ありがとうございます。で、そこからやっぱりパソコンに向かう時間等も長いんですけど、全然無理なく迎えてるので、本当に改善されて、また便秘とかあったのも1週間ひどかったのか、本当に2日に便は必ず、最近はお通じが来るようになったので、すごく助かっております。よかったです、ありがとうございます。そしたらですね、他の治療院とか、まだ行かれたことないですけど、他のお店とかと何か違いがあれば、ちょっと教えてほしいんですけども。ですね、本当にすごい親身になってお話をまず聞いていただいて、で、本当に親切にいろいろと話も聞いてくれるので、私も答えやすかったですし、こういうところなんだなと、こういうところが自分悪かったのかなっていうのがすごい分かりやすかったので、ありがとうございます。ありがとうございます。そしたらですね、最後に、同じような症状ですね、肩こりだとか便秘だとか、眠りにくいだとかいう方ね、たくさんおられると思いますんで、そういった方に一言メッセージをお願いします。ですね、本当に肩こり、パソコン向かうの本当に辛いと思うんですけれども、本当にこちらに来て肩こりが改善されて、本当に仕事にも集中ができるので、ぜひ一度試していただきたいなと思いますっていうところです。ありがとうございます。今日はですね、貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございます。これで終わります。ありがとうございます。